あの枝豆の風味が効いてますわ。目上の人カモン。カモンってな、目上の人にカモンはおかしいやろ。へえ、そんなことがあったんや。ごきげんよう、山口彩希です。今日は仙台にある青葉神社に来ました。青葉神社といえば、伊達政宗公が祀られている神社ですね。はい、ではちょっとお邪魔したいと思います。鳥居をくぐりまして、少しね雪が降っていまして、雪がちらほら見えとります。でもなんかぬくいみたいですね。今年は仙台の方に聞くと今年はぬくいそうです。まあ、雪降ってないしね。まあ、あったかいも2枚しか来てないから、なんで愛が息切れてるかというと、この階段を登ってまいります。体を温めることが第一ですね。仙台に来ると青葉神社には必ず来てます。なぜ玄ちゃんが伊達政宗の大ファンなんで、大ファンっていうのはおかしいな、尊敬しているらしいです。あんまいらんこと言ったら怒られるんで、はい、今日は朝ごはんをいっぱい食べてきたので、いい運動になっております。待って、あ、雪積もってる。よいしょ。はい、到着しました。髪の毛が伸びましたな。雪積もってるから、これを近づけてください。どういうこと。 Oh my god。 2個しか、3個しかない。あ、そんなことないか。いかがなのものか。どれ狙ってるの？立つ？先狙ってますか？うん。なんでしょう。あ、見られへん、まだ。木登りちゃうかな。え、嘘、龍。木登り。あー、木登りね。変な、あーって。人のやつないやん。喜んどるわ、こっちは。のぼりではなかったわ。不機嫌か、のぼりちゃうな。タコや。タコ。どうタコ？タコって。タコがごらんやんな。すごい。あ、ごめん、日のぼりや。ベイベー。よかった。入れます。真ん中に置かれているこれでいこうかな。いや、でも火に照ってるこれにします。黒いぞ。え？黒？サイコロ。目が出る。サイコロ。サイコロか。黒勝負運、金運が上がるとか。え、マジで、ありがとうございます、ありがとうございます。台につけときます。やったわ、ほんまや。書いてて、目が出る、勝負運、金運が上がります。末吉でした。なんかめっちゃパワースポットを感じやん、うん、なんかここめっちゃ好きやね。ここの折り場のところの、ここ石変わってるやん。多分きっと新しくここ建てられたのかな、分からんけど、掃除されてるんか知らんけど、ここのな石がすごい好き。ちょっと緑っぽい感じが、ちょっと苔のあるような石が素敵ですよね。水難戦争、うん、バット隊の歌の、あが西南戦争。バット隊の西南戦争。そうやな。今日は瑞鳳殿に来ています。 200m 先にあるんですが、結構な坂で、こんな感じで今登っています。手を合わせていきたいと思います。Thank you.
今ここやからこう登っていってこういう感じかな。雪がちらほら積もってます。なんで なんかちょっと顔が可愛いな。可愛くない顔。こうしてるように。あ、ごめんなさい。知り合いと思ってごめんなさい。全然知らん。すいません。全然知らん方に喋りかけてた。すいません。めっちゃなんか顔可愛いない。失礼を。サムネは生前ホトトギスの発音を聞くためとここ京ヶ峰に登り同行の家康、そうここ撮ろうと思って一人で喋ってた。ちょっと知らんおっちゃんに話しかけてました。なんか口がこれ多分おひげなんやけど、なんか口に見えへん。こうなんていうの、こうしてるように見えへん。ベイベー、周りの赤いところがサンゴで、ま、白い地のところが真珠らしい。加工して塗ってんの？そう、昔にな。塗ってるんかどうか分からへんけど、塗ってるのかの、その使ってやってんのか分からんけど、塗ってるんかな。このハートになってるやつ、なんか獅子のなんとかって言ってた、魔除けみたい。戊辰戦争の時に亡くなられた方々の慰霊碑か。書いてるかな。あ、書いてる書いてる。うん、何それ、ひょうたん？なんか綺麗な光って。100円玉があるわ。500円しかない、両替します。はい。さあ、金色か赤に思うけど、あとは金色ね。ベイベー、むずい。あ、こっちにするわ。沈んでる方。え、むず。下手やな。むずいんだ。むずそうやな。確かに。あ、いけた。いけた。
釣れました。ありがとうございます。ありがとうございます。これにおみくじのあれが書いてるみたいなので、果たして何吉なのでしょうか。もう今日は覚えてるから。何吉なのでしょうか。ここタロ吉。タロ吉ですか。可愛くない。でも車に飾ったことこんなところに見て入ってる。なんか作り手のさ愛を感じるよね。さあ待って、何やと思う。タロ吉。え、タロ吉。じゃんじゃがじゃーん、大吉でした。めっちゃ嬉しいわ。大吉です。ということで嬉しいです。いいことがあると思いますわ。はい、願い事、目上の人の助けを得て思わず早く整うやって。目上の人カモン。カモンってのは目上の人にカモンはおかしいやろ。学問、安心して勉学せよ。うん、はい、わかりました。安心して勉学します。争い、人の助けあり、早く済む。どこ行くの。あ、ごめん。こっち。やばい。やばい。気にやむな。治るやって。はい、それだけです。はい、ありがとうございました。じゃん。ということで、大吉出たので、この私のお腹に、タイをつけて、今日は一日過ごしたいと思います。じゃじゃん。サンキュー。グデザモモマサムネ、サンリオマサムネ、マグネット、日の丸の、これ持ってねんな。ツイート客実機もあります。持ってますので。めっちゃかっこいいやん。めっちゃかっこいい。行くぞ日の丸が。行くぞやん日の丸は。うん、お父さんからと、この機がお父さんから与えられた。白地に赤日の丸機は伊達家当主の旗で、中村のお父さんのフェルムネコの時に定められた。中村子が生まれて後に日輪を伊達家の旗の門として日の丸と名付けた。これは金剛界の象徴だ。で、あのここに半月を入れて、そうなんや。太陽に照らされながら、照らされながら早く月が輝く。へえ、そんなことがあったんや。いただきます。同じような、一本同じような。それは美味しいわ。最高。あの枝豆の風味が効いてますわ。めっちゃ美味しい。
プルプル。ごちそうさまでした。もう今まで食べた牛タンの中で結構上位でした。だいぶめっちゃ美味しかったです。あんな美味しい、プルプルでした。はい、ということで仙台の旅いかがだったでしょうか。今回も見ていただいてありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ、山口あゆきでした。